インクリ線は朝鮮民主主義人民共和国公会北道銀パ郡にある銀イ駅から公会南道インクリ郡にある鉄鋼駅までを結ぶ鉄道路線である。日本統治時代に建設された長渕線を原型としている。サリーン最年間が1920年12月21日、西新た食産鉄道株式会社によって開業されて、その狂気線が 最初の区間である。翌年この路線は同社により新川駅まで延伸された。九百二十三年、西新田直産鉄道株式会社は他の施設鉄道会社とともに合併され、サリーン新川間は朝鮮鉄道所属線となった。九百二十九年この路線は水橋駅まで、九百三十七年長渕駅まで延伸されて、この年開通された区間は、 現在の長渕線にあたる。1944年4月1日公開線の国有化によりサリーン、長渕間は長渕線として分離された。朝鮮戦争の終戦以後既存の狂気線は標準機に改め記され、サリーン最年間は廃止された。銀パー最年間はその代わり新設され、旧公開本線と連結されている。その後、 水橋駅からインクリグン方面の新線が建設され、既存の水橋長渕間はこの路線から分離された。サリン青年駅聖佐佐院駅、美国駅日商駅、三重駅金山駅朝鮮総督府官報対象、第2514号、1920年12月27日、朝鮮総督府官報対象第2782号、 1921年11月19日、朝鮮総督府官報昭和第5143号、1944年3月29日100年の鉄道旅行サリーン地域の地図銀歯最年間は、戦後開通した。サリーン、銀歯間の距離は 13.6km。1944年9月15日の朝鮮、総督府国時1132号を参考。 ありがとうございます。